越後の虎がいよいよ動き出したか。はあ、そのようにござりまする。親方様に申し上げよ。はあ、春日山城にて長尾景虎殿出陣の決意されたようにございまする。その軍勢およそ3000、鉄砲は300とのことにございまする。うん、してそれは何日前のことか。3日前と聞いております。3日前か。春日山城から善光寺平までは何里の道のりじゃ。およそ18里にございまする。18里か。ご苦労であった。はっ。走り馬を出し3000の兵を整えるのに急いで2日。18里を2日でくれば、早ければ明日の夜明け、遅くとも夕暮れ前には善光寺平に姿現せてやろう。いかがいたしましょうや。まず患者ラッパを先々と出し、越後勢の動きできうる限り早く捉えよう。はっ。越後勢とは初めての出会いじゃ。戦う前に相手を知らねばならぬ。いかなることでもよい、細かく詳しく調べよう。はっ。では申し上げます。おお、戻ったか。はあ、それがし善光寺様近くまで参り、我が手の者と会って参りました。越後勢は今夜にも現れまする。今夜にも。何かの間違いではないか。早すぎる。我が手の者は越後勢を追い抜いて参ったのでございまする。間違いございません。今頃善光寺様より七八里のところを兵およそ5、6000にてこちらに向かっておるはずでございまする。兵3000ではないのか。越後勢に村上勢、それに北信濃の豪族たちが加わったようにございまする。その数まだ増えるやもしれません。ご用心くださりませ。長尾景虎殿は戦の天才にて、その動き神出鬼没にござりまする。真田。は。源助。は。すぐ立て。あ。美濃。は。そちは八幡にいる小布の隊に参り、すぐ兵を、この猿ヶ馬場峠まで引けと申し伝えよう。そしてもし越後勢が峠を登ってきたら一気に攻め、登ってくる気配なくば一切手出しはならぬとな。初めての相手を甘く見てはならぬ。その力量よくよく調べるのじゃ。敵を知り敵に知らせず、そのためにはまず敵に攻めさせ、我が方は引いてみせることじゃ。攻め方を見れば敵の力量わかる。お、では信賀殿。は。そちは信繁隊のいる村上城に走り、桂尾城には守りの者だけを置き、古楽城には火をかけ、早急に室賀峠まで引き上げよと申し伝えよ。急げ。承知つかまつりました。長尾景虎、なかなかやりそうじゃな。